皆さん、お元気ですか？お元気ですよね？ハッピーハロー。おちゅー。お仕事の人とか、マジでおちゅです。お疲れ様。ハッピーハロー。マジでさ、最近さ、一周回ってさ、リップモンスターのが好きになった。また今日はね、なんだっけ、ピンクバナナ、塗って最近出たやつ、ツヤのやつの一番、赤っぽいんだけど、めっちゃ可愛い、これが。はい、ハロー。誰？ドンヒョンさん、ヤッホー。これがマジ可愛い。本当に、おすすめする。可愛くない？ありがとう、みんな。こんばんは。そんなことないよ。顔面国宝ではないけども。嬉しい、でも。あまり可愛くないが、ありがとう、ゴンさん。嬉しい。イヤリング可愛い。ありがとう。可愛いよね、これ。リボンになってるの。可愛い。嬉しい、気づいてくれて。可愛いよね。私も最近、お気に入り。そう、今日も推しと遊んでたんですけど。多い指やめてもろって。多いはネイルだけにして。そうなの、推しに会いまして。シャレアツだね。ありがとう。リボンかわいいでしょ？ここにもリボンつけてあげる。推ししか勝たん。ええー、嬉しい。カンツーさん、ありがとう。ありがとうね。昨日ぶりです。昨日ぶりだね。今日もかわいい。嬉しい。TikTok 見たよ。ああ、ありがとう。みちおさん、ありがとう。そう、ハロウィンだから。こんな髪型して、クマになってやってみました。そう、実はあんまクマ、あれが初めてやって、貴重なクマの髪型でやってみました。推しに会ったの。そう、推しに会いました。もはや多い顔になってきた。え、褒め言葉じゃん。嬉しい。顔面国宝に似てるって？嬉しい。いや、全然似てないですけど。あんな可愛い方、失礼ですよ。毎日可愛い、嬉しい、ありがとう。今日も可愛い、ありがとう。そう、リボンたくさん。小田さん、元気。こんばんは。やっほー、遅くなっちゃった。いいよ、いいよ。今練習終わったの。おー、終わったの？うん。終わったの。お疲れ様。今、ちょっと考えてた。今日も可愛い。ありがとう。嬉しい。ちょっと推しから借りてきたのをちょっとつけてみようと思う。ね、これどっち？今考えたけど。これどっち向きにつけるのが正解？猫ちゃん。教えてほしい。どっちもいけるよ的な嘘つけ。ほんと？私どっちでつけてたんだろう今日。覚えてないが。ねえ、私ストーリーどっちにつけてたかな？全然覚えてない。グレー？みんな教えてほしい。グレーが前？こっち？ね、私のストーリー見てほしい。
テブルか。もう覚えてないんだよね。こっち？こっち？まあいいか。いいよね。うん。いいよね。グレーが前だよね、多分ね。だってグレーだついてんだもん、せっかく。いいよね。ちょっとめちゃめちゃコスプレって感じではないですけれども。あ、こちらも相まってね、黒猫ちゃんということで、今日、やらせていただきますが。暖かそうな服装だね。そう、かわいいでしょ？嬉しい、この服かわいい。めっちゃかわいい。センス良すぎかて。あーね、ちょっと待って、本当に知ってる。太田さんもあったってね。知ってるよん。まあ山崎は一途なので。今日も配信してくれて嬉しい。ええー、嬉しい。ハッピーハロウィン。嬉しい、タさんありがとう。イヤリング、かわいいでしょ？あ、第2のプレゼントもいただいて、そう、めちゃめちゃかわいいの。そう。お母さん。でもこれは推しから借りた。借りてる。次やった時に返す。そう。推しと、ピューロランドと、夢の国に行く約束をしたの。連れてってくれるって。嬉しい。私からのプレゼントあって。どうやってかぶるんやろか。え、ここにもあるんだけどね。言ってよ、ここにも切るとこあるやんけ。あ、ごめんなさい、ちょっと見えちゃったかも。ハサミか、ごめんね。かわいい、かわいいけど、どう見て、かわいい帽子もらった。やったね。おいしょおいしょ。かわいい、嬉しい。きよーん。おいしょ。これどうやってかぶるのかわかんない。なんかバブ感。かわいいけどだ、バブ感あるよね。バブ感ある？バブ感ある？バブ感じゃない？ねえ、バブ感じゃないね。急にバブ感。なんかそういうコスプレみたいになっちゃってるから。ねえ。バブ味が激しい、それな。バブ味が激しいよ。トゥ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 。
いでしょ、推しとお揃いだって。あね、猫のは小田さんの私物よ、お借りしてるの。かわいい、嬉しい。そう、推しと夢の国なんて最高だよね。頑張る。今日はかき氷は食べてない。さすがに2日連続かき氷はやばいっしょ。かわいすぎない？パブやん。それなー。しかも手紙まで書いてくださって。え、なにそれ？なにそれ、かわよってなった。あら、かわいい。嬉しい。似合う？嬉しい。え、嬉しい。似合ってるよ。嬉しい。かわいい？え、嬉しい。年上とは思えないかみ。そうだよ。年上なんだから。はい。ありがとうございます。バブイでしたね。とてもかわいい。ねえ、バブくてかわいくない？バブミザワ。やめなさい。本当に、かわいいんだから。ってことで、ハロウィンに戻ります。よいしょよいしょ。スキー場で会ったら恋しちゃうね。本当？本当？本当かいなって。そうだよ。今日はハロウィンだから。かわいすぎ。そう、しかもね、推しはなんかわかんないけど、かぼちゃを持ってたんさ、かぼちゃとこれを。なんか X であげてたかぼちゃ、なんかつけてたやん。あれも持ってて。そう、あれもちょっと貸してくださったんだけど。山崎は今日ね、めちゃめちゃ綺麗にね、ヘアセットしてるからね、それを気にしてくださってね。そう、ピンだったから、そう。そういうところも、好きってなった。めちゃめちゃ、やさぴー。やさぴすぎー。そう、推しとご飯に行ったの。手紙朗読しよう。読みません。しかもね、似顔絵も描いてくれたの、かわいすぎない？どういうこと？かわいい。てか、マジかわいい。バブミタワー。ハロウィン感いいよね。今日も可愛すぎる。嬉しい。ありがとう。クリミはここにいます。かわいい。嬉しい。ありがとう。ゲレンデマジック。雪ね。雪は、なんか可愛くなるよね。わかんの。雪降ってるとなんか可愛くなるのよね。あれ、魔法だと思う。猫耳。嬉しい。なんだっけ、X
してあげたかぼちゃも良かったよね。かぼちゃって感じで。ぜひ見て。ハロウィン終わったらクリスマスよ、それな。クリスマスだって。予定は決まってるかい？かわいいです。ありがとう。小田さんの人、なんで？なんでなんで？そう、気が利きすぎてさ、なんか、好きってなった。そう、ヘアセットはしてるんで、だからヘアセットと言ってもねって感じなんだけど、めちゃめちゃぴっちりこう、してて。そうそう、カチカチにぴっちりしててね。そう。それを。可愛いでしょ、わかんの。推しはレコーディングなさってるのか。ね、なんかね、写真載ってたよね。可愛すぎってなった、あれだけで。可愛い黒猫。のつもり黒猫のつもりね。11月はちょっとさ、会えなさそうな気もしてるから返せないけど、12月とかわかんないけど、会えたらいいなと思ってるか。可愛くない？てかこのリップマジでおすすめしてるんだけど、おすすめしてるんだけど、ねえ、マジでかわいい。じゃじゃーん。リップモンスター。ツヤバージョン。かわいい。普通に何度も思う。このリップかわいい。意外に似てた？似てた。普通に可愛かった。てか字綺麗すぎ。今は10時43分です。あ、でも3分。結構来てるよ。いいよ。いいよ。3分でしょ？ 3 分遅れでしょ？天才じゃない？天才すぎた。芸術的に可愛いですよ。ほんと？ありがとう。みんな時間帰ってくれてありがとう。かぼちゃの下向いてる表情ね、嬉しい、褒めてくれるの、ありがとう。かぼちゃソララも好き、ありがとう。超絶可愛すぎ、ありがとう、本当。今日は猫ちゃん。クリスマスの予定ないので作ってください。作りましょう。クリスマス当日の会えるかわかんないですけれども。はい。直接は会えるかわかんないですけれども。ぜひ12月22日、オンラインお話し会。遊びに来てください。4部がおすすめ。12月22日、4部がおすすめ。私も1年ありがとうございました。早いな。クリスマスが終わってぐらいに言ってくれ。早いのよ。ハロウィンでもう終えないでくれ。なんでそんなに可愛いの？嬉しい。ハロウィン終わったら文化の日。そうですね。ハロウィン、そうですね。クリスマス飛ばね、一旦文化の日。さらに。イヤリングもリボンなの、かわいくない？ぴょーん、かわいすぎ。それな、何から何まで準備してくなんて、そう
もうね、できるどころじゃないんです。もうただの天才なんです。プレゼントをね、第1弾と第2弾でいただいてしまって、こんなにもういいんですかって感じ。そらちゃんも幸せだし、私も幸せで、ウィンウィンだね。ウィンウィンだね。ウィンウィン？幸せ？本当に？みんな幸せになれてる？これで。本当に？嬉しい。でも、と言ってもらえて。初見です。よしみくん、ありがとう。そう、韓国に行くので、私。初韓国。ああ、ワンチャンこれ、狼にも見えるね。わかる。生きがーい。ダンさん、ありがとう。嬉しい。こんばんは。写真会しか会う予定がないのよ。でも嬉しい、写真会会う予定作ってくれるんだよね。嬉しい。ありがとう。みさかわいい、ありがとう。ニャンダフル。ニャンダフル。え、どういうこと？ 合ってる？ 合ってるかな？マーさん、こんばんは。リップいいよね。かわいい。落ちにくいし、めっちゃ本当におすすめ。やっぱり一周回ってリップモンスターなんよ。こんばんは。可愛いだけでいいんですよ。ありがとう。嬉しい。これハマってるから。あ、小田さんに言えばよかった、これ。これハマってます。さすが美術部、それな。それな、美術部なのもかわいい。かいことになりました。おお、いいじゃん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 。嬉しい、かわいい、ありがとう。爆発的にかわいい。うえ、嬉しい、ありがとう。お菓子、そうだ、今日ちょうどグミ持ってってたんだ。今日も京都でグミ。この前はソーダだったけど、今回は爽やかレモン味。わー、ハッピーハロウィーン。あ、タツヤ、やっほー、ありがとう。ハッピーハロウィーン、元気？最近会えてないね。ハッピーハロウィン、クマちゃんタワー。ちょっとクマじゃないですけど、私は。ありがとう。ありがとねー。嬉しい。つらい。 そうだね。おもろすぎ。ありがとう。たくさん動いてる私を見てって。
え、探してたのになかった？ね、あるとことないとこあるよね。ありがとうにゃー。クマタワーありがとうにゃー。先生の猫バージョン。ありがとうなー。お母さん、お菓子を持ってきてくれました。会社の人からもらったらピー。うれピー。私にくれ、私にも私にもくれたお菓子。嬉しい。みんなもお菓子食べとる？みんなもお菓子食べてる？ハロウィンパーティー、一人、ってじゃないね、みんなね。あやちゃん、ありがとう。嬉しい。ありがとう。何が入ってんのか見よ。なんかよくわかんない、カシャカシャ。うわっ！猫ちゃんゼリー。なんかキャンディーみたいな、なんかかわいいやつ。かわいいやつ、クッキーみたいな、飛んでる。これゴミ袋にしよう、さっきの。これにしよう。あとで吸うてよ。もだちゃんと何話したの？何話したの？なんかね、ほんとね、いろいろ話しすぎて。推ししか。あやちゃん、ウルクルクセンブルクさん、ありがとう。嬉しい。ありがとう。開けまーす。おやつ開けまーす。なんかさ、ハロウィンにさ、こんなあんましないからさ。久しぶりかも、こんな。え、なんかコーヒーっぽい。なんだろう、これ。うまっ！うん。私の好きな、人参のやつ。知ってる？あの、米のお菓子みたいな、なんか人参のやつ。あれ、あれ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 。うま。うま。うま角のやつ。知ってる？今日も可愛すぎ。ありがとう。今日も小田さんにたくさん写真撮ってもらった？撮ってもらった。昨日全然お写真撮れなかったから一緒に。今日めっちゃ撮った。てか撮ってもらった。キャンディー。俺の嫁。推ししか勝たん。ダオちゃん！マジレスさん、リョーケンさん、ありがとう。ありがとう。え、これマジで何？キャンディー？キャンディーだったら。あん、チョコね。オッケー。チョコでした。今ですね、仕事が辛い。ねえ、頑張ってるね。偉すぎ。マジでお疲れ様。なんかめっちゃ忙しそうだもん。偉い。
見て、ゼリー。ゼリー。お茶ね。じゃあ。いや、ペットボトルのあるわ。お母さんへ。ペットボトルのあります。かわいいお菓子。かわいいでしょ？ん？かわいいお菓子か。ん？かわいいお菓子。おかしいでしょ。あったかいのがいいかも。あったかい飲み物がいいかも。うわあ。すいません、可愛い声出せなかった。ちょっと今反射的にね、反射的にちょっと嫌なっちゃうよ。ゼリーって食べるの難しいんだから。うま。桃だわ。に飲み込みます。もらったお菓子はもうすぐなくなるからね。これだいたい今面白い女送った。ミネマーズありがとうね。急にね、急にね、ごめんね。喉からちょっと声が出てしまった。ついついつい、すいません、すいません。開け方も可愛くない。なんだろうこれ。ハッピーハロウィン。ミニトマちゃん。うま。エビ様？エピ様？エビ様？ありがとう。ハッピーハロウィン送ってくれてたね。ありがとう。今日は間に合った。よかった。よくない？だってさ、そんなにお茶を飲んでも、食べても、まだ色が残ってる。なかなか、いいリップですよ。これうまっ。人参のやつ買いたくなる。うまっ。今日も遅延してます。そうです。ゆる組美味しいよね。みんなお菓子で何が好き？ごめん、しゃべった。みんながこっちで時間出してくれてるわ。私は何分後にそこのコメントにたどり着くのでしょうか。だってさっき私人参の話したもん。人参の話だよ今ここ。人参のお菓子、トンガシみたいな、なんかおいしいやつ。推しから LINE 嬉しい。推しにアピッとこ絶対見ないけど。
ちが写真送ってくれてる。うれぴー、後で見よう。終わっちゃった、終わっちゃった。かわいい、推しからのコメントがかわいすぎて。あ、 LINE ね、ごめんね、勝手にね。ねえ、お菓子が終わっちゃったよ、みんな。これしかない。これでみんなでハロウィンパーティー続けよう。お菓子が全然ない。まあ食べる予定はなかったんですけど食べちゃってるよ。だってハロウィンって言ったらお菓子でしょ。食べるしかないじゃん。みんなはなんか食べてる？で、これ可愛くない？三角なの？グミとほうじ茶は合わないよね。うん。豆茶結構ハマってる。豆茶にハマってるんじゃなくて、なんか、よく、買うポイントの自販機が、基本豆茶が売ってるから豆茶にしてる。って感じ。めっちゃハマってるとかではないかも。好きだけど。お母さんが LINE で送ってくれてるから、ほう、ピヨーンってくるじゃん。それに今配信で、お答えしてた。うまっ！待って、マジでさ、グミ。うまいんだけどね。こぎめんカップかわいい、ありがとう。かわいいでしょ。ポン菓子食べたいな。わかんない、人参のやつマジ無限に食べれる。それな、お菓子食べたいな急にね、ガチで。いや、でもよく考えて、11時過ぎだから。やめて、食べないで。もう食べたけど。なんか食べてる？食べて飲んでる？みんなハロウィン一緒にしてくれてる？何食べてるの？いつの時だろう。あれ、いつの時だろう。わかんない、ごめんね。私、自先ショールーマーだから。ね。さくらっこちゃん、ありがとう。嬉しい。ハッピーハロウィン。自先ショールーマー。その代わりみんなのちゃんと見てるよって感じ。宇田さんは見てません、絶対に見ません。見なさそうじゃん。でも昨日ショールームしたことは知ってた。俺の夢、ありがとう。ゆうだいさん、あれ、配信終わったの？オタクは配信終わったの？大丈夫？オタクは配信終わった？あ、バディさん、かぶちゃんありがとうね。オタクの方の子は配信終わったのかにゃ？大丈夫なのかにゃ？
ゆきちゃんが可愛いって言ってた？何に？どこの？どのゆきちゃん？ひらたちかな？ゆきちゃん？気にゃる。気にゃる。気にゃるマックス。ひらたゆき？あ、わかんない。どっち？ひらたゆきだっけ。誰か教えてー。だよね、ゆきちゃんだよね。え、何が可愛いって言ってた？嬉しい。大好き。ゆきちゃん大好き。マジで本当に平田ゆき、平田ゆきしか勝たん。大好きだよ。あ、そっか。ゆきちゃん、マカオに旅立たれるじゃないですか。カナピーね。カナピー。平田っちってマジ可愛いよね。もうね、性格も顔も大好きなんだよね。本当に。結構ガチで大好き。嘘、偽りなく大好き。ね、ね、だよね。だって、推しかなんか、ストーリーのあれしてくれてた、今。見えた。みんな、ハロウィンは何してた？お寿司食べたよ。ねえ、いいね。みんな美味しそうな、みんな美味しそうな食べてんじゃん。急にどら焼き食べてる。あ、見ながら食べてくれてんだね。どら焼きを食べてくれてるんだね。わかる。ほうじ茶だったらおせんべいとかやね。でもちょっと歯がちょっと怖いから食べれないな。なんか買っとけばよかったかにゃ。キララ嬉しい。雪空キキララ、キキララも可愛いよね。わかる。グミとほうじ茶合わないと理解した。23時5分。あ、待って、もう11分じゃが。11分なんじゃが。今日はピポピポの音が聞こえない。いいことだ、いいことだ。むしろさ、いいことじゃよ。ドリア。ほうじ茶だったらまんじゅうが合いそう。甘い系ね。やっぱまんじゅうせんべい。まんじゅうせんべいってやけ、ごめん、キモかった。まんじゅうか。せんべいじゃない。わかんないわかんないよ。おししかかたん、うれしい。あ、あら、ラブイチゴちゃんじゃないの。元気？元気ならいいのよ、それで。うれしい。ね、心配されてる。お菓子食べ過ぎでは？にゃ。にゃ。愛ちゃんの配信が終わってきた。そうね。あ、配信が終わったからね。来られたのね。ようこそ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 。それなら、お宅の子はね、終わったなら、来てくれたのね。ありがとう。あ、さてのことなんか聞いてる？え、なんも聞いてない。W、ほんと。なんか。ごめん、わかんなくてごめんね。すまん。コーギーも可愛いです。ちょっと待って、どういうこと？急にコーギー可愛いよね。わかんの。私何の話してたかな。コーギー可愛いよ。わかる。うちのテムちゃん、ちょっとコーギーみたいなの。コーギーを細くした感じ？うん。ジャックなんだけどね。
めちゃ可愛いです、うちの子。今日は誰よりも一番にお布団に入っていました。いい子です。素晴らしい。うちの子できる子、寝れる子。たくさん寝るの。もうね、今年12月26日がお誕生日さんなんですけど、9歳になるんです。怖いですね。あたち9歳だな、よい。あたち9年間一緒にいたの。本当に元気でいてくれたまえって感じ。もうね、大好き。本当に世界で一番好きなんじゃないかってぐらい大好き。もうあんなバーブーみたいな顔して、マジバーブーなんです、うちのテムちゃん。バーブーなんですけれども、ちょっとおじさんおじいちゃんみたいな感じの間に行っておりますね。心配です、とても。心配、水飲んでるよ。ありがとう。ハロウィンパーティーで水飲んでくれてる、一緒に。ありがとう。あ、そうじゃん。みんなさ、峰松さん家にさ、コーラがたくさんあるからさ、みんなで乾杯したいよね。わかる。峰松さんのためにも、峰松さんの健康のためにも、みんなでコーラを乾杯してあげた方がいいと思う。それにゃ。コーヒー飲んでる。いいね、いいね。ハロウィンらしく、じゃ、ジャキうまいよな。来たよ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 。やっほーって。ねえ、もう本当にやめてもらっていいですか？本当に。音が立つんですって。寝てちゃう。本当に。やめてもらって。テームちゃんですって。かわいすぎない？犬と猫のコラボ。てちゃん、マジスタジオアリス、スタジオアリスだよ、てちゃん。てちゃん見て見て、スタジオアリス、スタジオアリス。マジスタジオアリス。かわいい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 。お口にゲットいたし。かわいいかわいいかわいい。ありがとう、スタジオアリス、かわいい。ありがとうございます。かわいいです。お久しぶりです。あ、ペコペコしてくれてるの、ありがとうって。にょー、デムちゃん見てみーな。クマタワー来たでって。ごさんだ。てちゃん一緒に。せーの。ありがとうございます。せーの。ありがとうございます。せーの。ありがとう。なんでこっち向いて。せーの。ありがとう。なんで どこ行っちゃうんだね、本当に。ほらほら、スタジオアリス、スタジオアリス。守りたい、この笑顔。ありがとう、ラムイチゴちゃん。元気？ラブちゃんと、あ、イチゴちゃんは。もうそろそろちょっと飽きちゃったね。最後みんなバイバイして。あー、くしゃみが出そう。わかったわかったわかった。落ち着け、落ち着け、落ち着け。ちょっと、落ち着け。毛がめっちゃ取れないよ。もう毛まみれ、毛まみれ、本当に。くしゃみでしたね。無事くしゃみでしたね。にゃ。すいません。本当に。で、もう一度。改めて。ごさん、ありがとう。くまっちゃん。かわいくない？今のくまたは。ハロウィンしようじゃない？かわいすぎ。ありがとうござー。いつもありがとうね。嬉しい。くしゃみが無事出まして。よいしょ。
11月はお仕事頑張るね。頑張って。頑張って頑張って。ああ、最高です。嬉しい。時差がなんと本日6分。ありがとうございます。今日も時差ショールーマーでやらせていただいております。マシ。猫ちゃん見て元気に出たにゃ。ほんと？ほんと？なら嬉しい。スマホ2台持ちなのでずっと見てましたよ。問題児。たさんありがとう。問題児でしょ。まさかずっと見てくれてたの？嬉しい。両方見てくれてたんだね。にゃ。鼻かゆいんで、毛がついちゃって。ごめんじさ、これさ、ほんとさ、知らない人から見るとさ、どうしたってなると思うんだけどさ、そうなの、時差化粧ルーマーだから、ヨロピクね。毎回説明してるが。うちのテムちゃんはジャクラッセルテリア。面白い女。あ、ありがとう、りょうけんさん。よいしょ。テムちゃん大丈夫近い。嬉しい。おめでとうございましたね。テムちゃんよりソララが可愛いなんてことありません。テムちゃんの方が可愛い。これどうしよっかな。時差が激しいからちょっと飛ばしちゃいかんと。やっとテムちゃんゾーンに来たな、これは。もう一人語りしちゃうんだから、もう。トゥ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 ひまわり。たい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 。こんな感じ？なんて言ってるっけ、ひまわり。インヌ様です。そうです。可愛かったくない？マジうちの子。マジ可愛いっしょ。わかんのよ。親バカなんだけど、マジで可愛いんだよね。優勝してる、マジで。マジいい子ちゃんです。はい。おとなち、まあ元気ですけどね。ソララに顔似てる？嬉しい。嬉しい、それは。育ちの良さそうな顔つきしててウケた。ウケるな。育ちがいいんじゃ。育ちがいいんじゃよ。うちの子は。可愛かったでしょ。ねえねえ、何気になる？ねえ、何気になる？ねえ、本当にやめてほしい。私の推し何言うかわかんないから本当にやだ。小田さんのストーリー？何やめてよ、本当に。もうね、本当に。わかるよ、大体もう。なんか、ぶっ飛んでるし。なんかすぐ言うし。もう。本当に。仲良。
時差がマジニューヨーク。ねえ、ニューヨークまで行ったらもう終わりないよ。マジニューヨーク。時差系ショールーム。なんか説明欄に書こうかな。時差系ショールーム。でもあれなんか、私、なんか、昔かな、なんか自分で書いてないんだよね、多分。マネージャーさんに送って、確認みたいな感じで書いてもらったか。なんか全然わかんない。もしかしたら明日早い。まあまあだね。そう、頑張って追いつこうとしてるんだけど。おいしょ、おいしょ、おいしょ。そらら、面白いな。あら、なに？ショールームはあんま見たことなかった感じ？ビギナーじゃん。嬉しい。ありがとう、山崎さん、嬉しい。時差がマジニューヨーク。来たんじゃね？来てるよ。あ、来たんじゃない？私。追いついてきたんじゃないの？東京に戻ってきたんじゃないの？ねえ、ちょっと。ねえ、ちょ。テロップに書いたらそれはそう。時差系ショールーマーです。いやいやいや、ぱっと見わかんないだろ。どういうこと？どういうこと？電波悪いのかにゃみたいな。なっちゃうから。ね。ニューヨークの人聞こえてますか？なんかめちゃ、ごめんね。口悪い。めちゃくそ煽られてる感じがする ね。ああ、指揮者？指揮者も乗せたの？本当にやばい、マジで。マジで乗せたの？ガチで乗せてんの？本当にやばいでしょ。大好き。面白いんですけど、マジで。指揮者見た？あ、まだ見てない？私まだ見てない。でも見て、あの、撮ったからさ、あれなんだけど。マジでおもろかった。しかもさ、あれテイク2でしょ。多分テイク2。指揮者に納得いってないのマジ可愛くておもろかった。追いつき系ショールーム頑張ってまーす。追いついてまーす。かなり追いついてきたな。過去負けない。ちょっと戦わないでもらってもいいですか？戦わないでもらってもいいですか？あ、来た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 。みんなが指揮者の話してる。嬉しい。これは追いついてきたということですね。ちょっと待って、グミ食べたい。グミ食べたい。うま。ひーちゃん、ひーちゃんの口だ。推しの。鈴木ひとみさんが着てたエブリンの服可愛くない？今更ながらにお伝え。指揮者界隈おもろすぎる。指揮者界隈今これ流行ってんだよって教えてもらった。うん。私はサラダといるときもジングルベル口で挟んでる。今日その話になったんだよね。
推しはマジで一回ハマるとお前ずっと同じところばっか、同じ部分をずっと歌い続ける。無意識に今日はね、何個かハマってて3つぐらい、そうあった。あーやりたくないとか言いつつ、なんか勝手に体が動いちゃうし口ずさんじゃうっていう、おもろすぎ。マジでずっとずっとね、そんなにってぐらい。あと最近推しは LINE を返せるようになりました。素晴らしい、素晴らしい、マジで天才。 LINE 解説とか天才なの本当に。もうね、もうみんなで拍手だよ本当に。マジであんなにスマホを触っていても、あ、 LINE だけは返せないっていう、わかるけどねっていう、マジおもろい。シャリーン食べたい。ねえ、みんなね、買っておいで。初見です、ヤッホー。グミ。イヤリングだよ、これ。かわいい、ありがとう。インスタ見てきた。ね、見てきた？おもろいよね。ほんと。めちゃめちゃ人いらっしゃるのにさ、ほんとに気にせずやっちゃうところはもう大、もう大好き。天才。おもろすぎ。あら、コスプレかわいいね。うれしい。耳だけど、耳だけだけど。でもさ、ちょうどこのチョーカーみたいなのがさ、猫の首輪みたいになってて可愛くない？ちょうど良すぎ、黒猫ちゃんみたいで。あとでスクショタイムしよう。ね。それではそろそろ、お別れの時間がやってきたようです。お別れの時間がやってきたようです。シルバーのアクセサリーに合うの羨ましい。本当嬉しい。可愛いでしょ。それでは、いきます。ランキングをお読ませていただきます。17位、ドヨンさん、ありがとうございます。ありがとにゃん。16位、アッキーさん、ありがとうございます。ありがとにゃん。一応ね、猫だから。15位、ミニトマちゃん、ありがとにゃん。14位、さくらっこちゃん、ありがとにゃん。13位、としちゃん、ありがとにゃん。12位、かつんさん、ありがとにゃん。11位、ダオさん、ありがとにゃん。10位、雄大さん、ありがとにゃん。あ、ちゃんと問題児をおつけになられてて素晴らしいじゃないですか。自覚がある。アウトだよ。9位、ウルクルクセンブルクさん、ありがとにゃん。8位、はやちゃん、ありがとにゃん。7位、バディさん、ありがとにゃん。6位、マジレサーりょうきゅうさん、ありがとにゃん。5位、ミネマツさん、ありがとにゃん。4位、ラブイチゴちゃん、ありがとにゃん。3位、トウさん、ありがとにゃん。2位、タテヤさん、ありがとにゃん。クマタワも、ありがとね。そして、1位は、ゴザンです。ありがとにゃん。パチ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 。クマちゃん、ありがとね、クマタワ。ありがとう、みんな。パチ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 。それでは、少しタイム。タイム。何かございますか？どうぞ。
裏飯屋、急に裏飯屋。ペアート。マジで本当に、八幡2円だから本当に、写真会はちょっと後で言うね。許してんよ。トゥ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 。どういうことで、私は お代理人懐く猫ポーズ？何それ。まあ小田さんの犬ではあるが、ワンコではあるが、猫、ね、あ、小田さんに感謝だよ、これ借りてるからね、みんな推しに感謝、貸してくれてありがとうございます。配信今日もしました。いいよ、寝る。寝る。ありがとう、いいえ。今日も今日とて。こっちだっけ？ねえ、ねえ、こっちだよね。こっちだな。じゃじゃーん。できてる？できてるかにゃ？いいえ、こちらこそか。ありがとうね、夜に見に来てくれて。わ、やった、できてるって、やったー、わーい、おしにありがとう。オッケーってきてる。おしありがとにゃん、こちらこそにゃん。ハッピーハロウィン、みんな。ハート。3日連続偉すぎ、ありがとう、嬉しい。偉いとかじゃなくて、でも嬉しい。全然。11月ができるか心配だったから。みんなとこうしてあげてよかった。少しでも多くね。よし、見て、楽しかった。ありがとう、かおりさん。マカシーさん。見た？マジ、もうマジ草生えるでしょ、きっと。もう私も後で見てくるわ。かなり猫気に入ってるみたいだね。そうだよ。推しに言われた。ずっとつけてるから。気に入ってるねーって言われた。やった、ハロウィン楽しめた。よかったー。ハロウィンね。なんかあんま感じられない、ね。かったり、あるよね。わかる。なんか、もう普通に学校行ったりさ、なんか、お仕事行ったりして、なんも、やってないよって、できてないよって方に少しでもね、ハロウィン楽しんでいただけたなら、それは良きでした。一緒にハロウィンパーティーしてくれてありがとうね。嬉しい。私もハロウィンパーティーってのはしてなかったから、みんなとできてよかった。雰囲気、感じ取れました？よかったー。楽しんでくれてありがとう。私も楽しかったよ。いいハロウィンになったね。ハッピーハロウィン、みんな。わーい。私は明日のためにお風呂に入って寝まーす。癒されました。ありがとう。猫ちゃんとワンちゃん一緒に見えて嬉しかった。ね、コラボですから、うちのていちゃんと。それでは皆さん、おやすみなさーい。ハッピーハロウィンでした。ありがとう。ありがとう。